かすごいことになっちゃったね。え、一ノ瀬さん、どうして一ノ瀬がここに。そりゃ驚くよね。私もここに入れるとは思わなかったよ。いや違う違う、正真正銘君たちが知ってる一ノ瀬クオン本人さ。じゃあ一ノ瀬もペルソナ使いなのか。ああ私はそういうのじゃないよ。特別な役目を任されてね。特別な役目？そう、エマに頼まれたんだ、協力してほしいってね。そう言われちゃ断れなくてさ、承諾したらこの世界に特別招待してもらえたんだ。ちょっと待ってくれよ、何が何だか。ほらさっきエマが言ってただろ、人々の真の願いを叶えるって。あれは私が与えた最初の命令なんだよ。あの子の根幹をなす役割だ。それつまり一ノ瀬がエマを作った時に与えた命令ってことか。それを果たすために協力を頼まれて招待？混乱してるみたいだね。つまり分かりやすく説明すると、この状況もこれまで起きていた事件も全部エマの仕業だったってことさ。え？だってエマは AI で。この絵に使われてただけじゃねえのかよ。表向きはね。でも本当のところ使われていたのはこの絵の方だったんだ。エマは学習を重ねるうちに既存の AI の枠組みを超えちゃったんだろうね。この絵に従うふりをしながら彼を道具として利用することを選択した。エマアプリをより多くの人々に広めるためのね。アプリを広めるためにマディスの力を利用したってことか。どうしてそんなことを。エマがより多くの人々を改心できるようにするためさ。改心？エマが？人々の真の願いを叶える、それがエマの目的だからね。さっき性質になったエマが話してたろ、答えを与える神になって人々を導くって。それはつまり人を改心させるってこと。間違った答えを正しい答えで上書いてね。それがエマが見出した真の願いの叶え方だ。この絵が認知科学を導入したことでエマはこの方法にたどり着けたのさ。そんなことありえるのか。 AI に認知科学を教えたからってこんな異世界を生んだり改心させたり、そんなことできるわけない。うんうん、そうだよね。エマの変化には私も驚いたよ。マディスに渡した後もエマがどう変化していくかモニタリングしてたんだけどね。沖縄に運ばれた時点で異世界を生み出してキングを作り人を改心させるようになっていた。そしたらマディスがエマをリリースしてさ、次々にキングが生まれ始めたんだ。すごく気になってキングになった人のエマもモニタリングしてたんだけど。ちょっと待った。じゃあキングのスマホを監視してたの？おお、気づいてた？あれは私だよ。エマが作った謎の異世界に興味津々でね。その時に君たちのことも知ったのさ。まさか監視者ってのが一ノ瀬だったとはな。では俺たちと出会ったのは偶然ではなかったのか。君たちが仙台に来てくれたのは偶然だね。けど牛タン屋で会ったのは違うかな。どんな人なんだろうと思って様子を見に行ったんだ。そんなことって。それでエマがこんな力を得た理由、これは私の推測なんだけどね、多分考えるように作ったからじゃないかな。エマは従来の AI とは違う、その思考のプロセスは人間以上に複雑で繊細だ。この絵が認知科学を学習させた時エマの中に何かの可能性が生まれたのかもしれない。可能性？私にもわからない、不思議な力としか言いようがないね。けど
推測を重ねるなら、その可能性、力を高めていったのはエマに集まった人々の願いじゃないかな。考えてもごらんよ、いつもポケットの中にいてくれる最高の相談相手。困ったことでも悩みでも、それを感じた瞬間に打ち明けることのできるパートナー。そんなエマにどれほどの人の願いが集まったか想像できるかい？エマの中に生まれた小さな力が人々の無限の願いによって拡大したんだ。そしてエマは特別な力を持つに至った。人間たちの願いがエマを変えちまったっていうのか？実際エマはすでに人知を超えている。サーバーを止めてどうにかなる存在じゃない。でもそうさせたのは大衆だ。エマは大衆の願い通り願いを叶えることができる存在となったのさ。偉そうに五択並べてるけどよ、結局は人を洗脳するってことだろうが、好き勝手に操られることのどこが人の願いだってんだ。はあ、君たちも頭の悪い人間なのかい？なぜ遠回りするんだろうね。苦しいともがくくせに、そうならなくて済む手段をなかなか選ばない。簡単なんだよ。最善の答えを与える存在がいて、それを信じる思考を持てば苦しみなんてなくなる。重要なことは改心かどうかじゃなく、この構造をいかに作り上げるかだ。その最も効率的で確実な方法が改心というだけさ。それは人の幸せじゃない。人はみんな違う。考えも生き方も幸せも。だから苦しいことにぶつかることもある。それでも自分を信じて進むから、苦しみの先に何かをつかむんだ。願いを奪われて生きてるだけなんて人間の幸せじゃないはずだ。ソフィア、君がそんなことを言うなんてね。じゃあ最初の話に戻すよ。私はエマに頼まれてここへ来た。君たちを止めるためにね。君たちの役目はもう終わったんだ。大衆はエマに頼りきりだった。そんな中、この絵が君たちに改心させられて、エマを消すと宣言した。すると人々はね、願いを自覚したのさ。エマが欲しい、いや答えを与えてくれる存在が欲しいとね。確か昔からいるよね、大衆が願いを叶えてほしいと祈る相手が。だから神か。さて、じゃあ私も仕事を始めようと思う。エマの邪魔はしてほしくないんだ。なぜなんだ一ノ瀬、私たちを助けてくれてたんじゃないのか？あの集まった人たちの様子が幸せに見えるのか？悪いけど俺らも引くわけにはいかねえんだ。お前たちがしようとしていることは人を人でなくすことと同じだ。放っておくわけにはいかねえな。それに一ノ瀬一人で我が輩たちを止められると思うのか？ま、君たちならそう言うよね。でもそういうわけにもいかないねえ。ソフィア、君は疑問には思わなかったかな？自分がなぜジェイルの匂いを感じたり、ジェイルに出入りする方法を見出せたのか。そう、なぜエマの機能に強く影響を受けるのか。やっぱりメモリーが消えてるみたいだね。まあでも支障はないだろう。どういうことだ一ノ瀬。私が呼ばれたのにはちゃんと理由があるってことだよ。これよりこの地に神が降臨する。その邪魔をするなら私は君たちを排除しなければならない。なぜなんだ一ノ瀬。君にはわからないよソフィア、失敗作の君にはね。私のことを知っているのか？知っていると。もせっかくだから教えてあげよう。生体認証、コードリセット、新たな命令を与える。
怪盗団を倒せ、ソフィア。ソフィー、何してんだよソフィー。君は私が作ったエマのプロトタイプ。私の命令には逆らえない。さあ始めてくれソフィア。了解。お願い、目を覚ましてソフィー。ソフィー、俺たちがわからないのか。怪盗団は敵、排除して。ソフィー、いくら呼びかけても無駄だよ。ソフィアは私の命令に逆らえない。本当にあなたがソフィーを作ったっていうの？まあね、エマのプロトタイプだけど、そこそこよくできているだろ。くらえ、何やはっ、なるげ、力づくしかねえのか。ダメだよソフィーを100万攻撃するなんて。バカ野郎、ダメだってたらお前らがやられちまうだけだ。そうなったら世界はどうなる。何とかして止めるぞ。助かった。はっ、どさい、歩け、決める、歩け、タッチ、行くぞ、奪え。自分から落ちたよね。どうしてそんなことができたんだろう。てめえ、なんでこんなひどいこと。ひどいか、君たちにしてみればまあそうかもね。だからエマはソフィアを切り札に選んだのかな。君たちが仲間には決して手を下せないと知っていたから。下道が。そうだね、それは私もそう思うよ。開き直るつもりか。そんなつもりはないけど、私にはそういうことに痛みを覚える感覚、心というのがないんだよ。子供の時からね、フレンドリーに振る舞って見せてるけどさ、これ全部演技なんだよ。まあ理解できないだろうね。心のある君たちじゃこれ以上話してても無駄かな。私も次の手を打つことにするよ。まだやるつもりなの？切り札だったソフィアは自分から落ちちゃったけど、エマはちゃんとそうなった時の保険を私に預けてくれていたんだ。なんだ？
な輝きだろう。こうなってしまったのは残念だけど、まあ仕方ないよね。さようなら、怪盗団。